どうも、おしがすぐしの日本人アニメリアクターはさもんです。よろしくお願いします。今年の目標はチャンネル登録者数年内5000人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは君は放課後インソムニア第9話星合整合です。星合じゃねえかな、多分どっちかわかんねえや、どっちかわかんねえ、意味も今のところわかんねえ。まあ、まず前回のおさらい、第8話が観測会が雨でダメだったんだよな。ダメだった。でも、まあ、それで、こう、ね、まあ、ほら、第1話でさ、お散歩行ったじゃん。で、その時に隠れたあのバス停でまた2人でって言って。で、その時と違って、また今度はこう、あのラジオのね、収録っていうか、あの録音をしながら会話して、こういいタイミングでスケコマシっていうね、パイセンやってくるからいい感じだよ。まあでも本当マジでいつかリベンジできればいいよね。他にもいっぱいなんか流星群っていうかそういうのはあるからどうにかできるんじゃないみたいな感じだったんでね、まあ、楽しみなので早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。さあどうなるかな。でも悔しいよな、雨本当に。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。パルム、エッチだ。お姉ちゃん、お姉ちゃんだ。めっちゃ似てんな顔。でもこのお姉ちゃんあのパンツ履いてんなら、エッチだ。すごいエッチだ。超ギャルって感じではないな。ギャルにしてはなんか髪色が落ち着いてる気がするけどな。紫のヒョウ柄ってなんだ、知らねえぞそんなの。歌詞覚えてねえんだよな。M ステとかで歌ったんかな。 M ステ見てないからわかんねえんだけど、歌ってそうよ。カウントダウン TV とかでも歌ってそう。本編開始。しょうがねえよ。
倍とか。いやのお父さんの感じだとな。写真撮るんじゃねえの？薬飲んでる。薬飲んでる。何のバイトするんだろう。すごい。言ってましたよ。その状況には突っ込まんのね。ああ、ダメだったか。紹介してやりゃいいのに。こんな遠いとこまでバイトか。ここでバイトするのありよな。
寝てんじゃないの。死んでない。はあ、コンテナだもんな。風呂ねえか、そら。片付けなんくねえ、これ。えらい。やっぱそうなるよね。先輩の方からか。ああ。学生あるあるやんな。星合いだ。アルタイルとベガ。気持ちいいよな。海だ。おっぱい。
かわいい。かわいい。高校生でビキニって着んの？なんか傷があったぞ。手術のあれか。それでシャツ着て傷隠してんのか。海に来て髪濡らさないでは無理があるやろ。楽しそう。なんでいいんだ。バイトか。別れたん？もう別れたん？夏祭り一緒におったやん。痛いよ。もっと痛えよ。もっと痛えよ。野郎二人だもんな。そのまんま入る。やけんか。ナンパされたいんかな。うんか。陽キャのムーブだ。ナンパか？誰だ？
うん、なんで？全然わからんやった。え？え？絵の三段活用。そこじゃねえか。ほらやっぱそういうこれ。あ、ちょっとしかない。なんでよ。空天宮。はあ。いやーでもな、なんかなんかこう軽い感じで言いはしよるけど、実は体のことを心配してみたいな、あのパターンないかな。なんかそんな感じするけど、どうだろうか。なんかそれっぽくない？なんか、いやでもやっぱまだなんかねえ、なんか薬飲んでるとか、前に病院にいてみたいな、その描写はあるじゃん。で今回はその水着に着替えるときに、ここのところに、あれ傷っていうより多分手術の跡っぽい感じがするんだけどな。でもどっちにしろなんだよね。だから何かしらがここにあったわけじゃん。で、水泳部の水着も、競泳水着っていうか、あれでここは隠れる件が別に大丈夫だし、今回は、だってがっつり見える件が上にシャツを着とったわけじゃん。
だからなんかそれ以上の言及がねえしな。なんかちょっと前にね、私を残してねっていうあの発言はあったけんが、それ考えるとすごい嫌な感じなんだけどな。すごい嫌な感じがする。どうなるんだろう。いやでも行けりゃいいよな。だけどおばあちゃんち多分あのオープニングのあの多分あれやろ、なんかいかにも古民家ですみたいな感じのところのあの描写があったけど、あれが多分おばあちゃんちなんだろうな。ノットノットノットどっちなんだろうか。まあ、でもなんかいい感じにはなりそうだよな。最終回に全部詰め込んでくるのかな。どういう風になんだろう。楽しみだわ。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、君は放課後インソムニア第9話、星5、違う、星合でした。ありがとうございました。